どこ行ってたの？お前だけだぞ。何も決まってないの。どうすんだよ。俺らの運命を揺るがす重大なことを決めてたの。何？お前さ、携帯とか親に見られたらヤバくね？ほら、エロサイトの履歴とか全バレじゃん。エロ本とか DVD も全部な。さ、いつどこで誰の親がそういうことするんだよ。俺らが死んだ時。あ、でもそういうのってさ、今の時代こうアプリとかで自然に消してくれるやつあるんじゃないの？確かにありそう。うん、携帯以外俺らの内々で処分し合おうよっていう話。うん、そう。宝田さんって、ああそうかも、知らんか。あの純子さん800でオリンピック目指してたらしいですね。それ C やで。なんで？なんか純子さんこの話題嫌いやん。これ以上行ったら何もないで。とりあえず新宿まで歩こうや。は？え、し、ちょっと無理。いいやん、たまには。懐かしいやん。いや、新宿って私の部屋よりずいぶん先やで。分かってる。だってこれ小田急線やろ。ここ一回曲がってまっすぐ行ったら新宿や。いや、そやけど、いや、そんな問題ちゃうって。あんたさ、ブラウニーの時の50キロ早くでさ、夜中めっちゃ泣いてお母に迎えに来てもらった覚えてる？覚えてへんわ。だからええやん、リベンジってことで。なんなんそれ。